今日まだまだやってないけど、シェーバーやってないんだよね。あれスタートするんじゃねえかって今から。あらす、大地よ、炎よ、我が障害に応えよ。コントロールハンター面白くねえだろ。は？ハースアリーナは？クエルみんな嫌いでしょ。まあ、俺もやったことないんだけど。これこれ？フィン。それともやっぱりライトストーン？ライトニングストストーム？どこ行ったの？ここはオーバーウルフなんちゃら。Waiting for you to start an arena。 始まってるよ。これ強いけどな。嘘でしょ、これな。え、これ強い、これも強い、これが一番評価高い。そうなん、そういうことな。だからこれソロキャリーするってこと、これで。まあ、でも一番 RNG が高いな。あー、説法強いんだよね。説法ケアするやついねえからさ。説法ね、実際ね、これケアする人いないんだよね。だから強えんだけどな。ホルさん？これ終盤これ強いらしいじゃん。ローアングラー、ホルさん。おう。あお。わお。ぴゃお。うう。シソドレは王の P だよな。これどうなん？まあ強いんだよね、ファイアエレメンタル。まあファイアエレメンタル強いんだけど、炎の下トーテムの強さは半端じゃないんだよな。これね、俺もトーテムだと思うんだよね。これ一番強いんだよね、シャーマンで。一回俺これ雑に4枚取った時さ、むちゃくちゃ楽に勝った時があって、正直ね、これ一番強いんだよね。ライスト取ったっけ、取ってねえのか。あー4マナねえけどな。ヘックスも欲しいな。あーヘックス欲しいな。フェニックス強いんだよな。ヘックスは欲しいな。あーおこっちの方が良くない？バーナブルービンバー、お？エレメンタルはいないじゃん。
本持ってないっけ。あれこれ取んなかったのか武器。で俺このさ2マナのこの武器俺あんま評価してないんだけど、どうなん。俺これあんま好きじゃないんだよね。コルさん取ったんだ。まあこれにするか。あ、いいね。通過機取る。通過機の方がいいのかな。3マナドラゴンあれや、あのこのクラスだと弱いでしょ多分。こんちゃ。いやーでもあと1日だよ皆さん。あと1日でゴールデンウィークです。まあね、皆さんのねこのゴールデンウィークはどんなゴールデンウィークか分かんないけど、あと1日でこうゴールデンなウィークに入るわけ。スロー私もねこう長いことお休みができるわけですよ。ようやく。何なんですかこのデッキは。強いんじゃないですか。ほんま。あ、カード一覧。私のゴールデンウィークはありませんだって。なんてファッキン凝った。休みはカレンダー通りじゃない。俺明日行ったら1週間休みだから9日間だわ。9連パオトだわ。一言で言うと9連パオト。投資人は土日祝日も監視しておりやすいゆえ。いいね、働け。メーカーは大体そうなんだよね。大体ね。その分働いてるからな、ワイは。額に汗して働いてる人が休む。いいことだ。こんにちは。2泊3日で初大阪旅行。いいね。どこ行くの大阪の。俺も大阪詳しくないからな。俺が詳しいのは西成区は詳しい。暴発寸前だぞ。ファイルフィッシュ。ダブルワーカーにはねゴールデンウィークはないんですよ。せやな。終わったよ。とりあえず道頓堀に行ってきますわ。いいね。何があるかちょっと私はよく分かりませんが、変な感想で殺されるらしい。そんなことはないよ。何これ、ブロールしようとしてんの。ごっち怖えんだけどこいつ。
怒られるぞ。どいつをやるか。これリーブっぽい、分かったわ。まあそれはウォリだからな。それはウォリはやる気もなくなるよ。決断せる。渋滞が、そうそう、芝がすからさ、あの谷口と一緒に、何東京行くから、お前も来いよって言われたんだけどさ、あ、ブロール。なんかこういうさ、小賢しいやつ、ほんとめんどくせえよな。ブロールでしょ？いっぱい出して来いよ、俺待ってるからさ、みたいなさ、ほんとこういう小賢しいやつ気に入らねえわ。プレイングがね、小賢しすぎる。進化はラキアに使うんだろう。どうせ死にやしねえ。上がって。どうするか。生き様にふさわしい死を。ハムシを撃つがごとし。東京のね、東京スカイツリーに一緒に見に行くって言ってたわ。ちなみに私は行きません。マムシの撃つなのと、あ、これリーサルある？お？あ、ネコサムさんや、ありがとうございます。今日見てたわ、ネコサムさんがいじめられてるとこ。マムシを撃つがごとし。よーし、パパ進化しちゃうぞ。ああ違う、あ、これマックス？これマックスバカ？
わーあーあーあああ勝つのは巨人に決まってるな。コールさん、そんな声になっちまったのか。いつの間にコルさん。溺れてるみたいな声になっちまったな。溺れていたのでは。アリーナのワイルド偶数借りたら25から9まで2時間できた。25から9までか。何偶数借りたらって何っていうか分かんねえわ。すまんな、何っていうかよく分かんねえわ。残念ながらちょっとあの分かんねえ、分かんねえことがある。分かんねえこともあるし、分からることもある。わからるることもあるし、わからラルルることもある。ってことだな。あの、ワリム。ワリム来るの？アリムは勘弁だな。すげえ強えんだけどな。ああ、お前パニッシュするぞ。マナワリム通ろう。梅原一弟とシャムハラ。ずっとルン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 。まあ、do it do it。あ、これ負けたね。反動なんでこんなねえの？アホことないじゃん。まだこんだけあれなんだね、梅シャムスタンプ使える人がいるんだな。ぜえな。え、これ一発逆転狙う？生き様にふさわしい死を。今度こそ頑張ってやるわ。燃えたぜ。燃えたぜ。世界が震撼する。
ってなんなん、なんなんこのフングを。メテオ？メテオはないか。強いのはレサルある、あれ強いのはレサルあるな。8、10、17、19はレサルじゃん。進化って強えんだな、こんな強えんだ、知らなかった。この手、それともこの手、違うのか、これとこれでピッタレサルか。みんなベンブロードベンブロード言ってんの、知り合いなん君らは。ベンブロードの今回はあなたなんかみんな何かあったらベンブロードって言うけど、どういうこと。だってあんな大きな組織でね、一人のおっさんが何かやってるわけないじゃん、みんなそれ分かって言ってるんでしょ。な、何をなんでね、そんなみんなして何マスコットをいじるのが好き、くまモンみたいな感じ熊本のくまモンとかそういう話してる。5万貸してる、俺も5万返さなきゃ忘れてた、必ず5万返すぞ。お母さん、あなたが招いたのよ。ルーモハンマーに捧ぐ5万返さなきゃ。マームに、マームに5万返さなきゃいけない俺。今年のゴールデンウィークの一大イベント、マームに5万返す。じゃあベンブロードも何や、もう縁切るわって言ってまた戻ってくるの。祝福しましょうか。それベンブロードメンヘラだったんだ、知らんかったな。それはまさかベンがメンヘラだったとはな。ドラゴンにしか来るかな。お前らの助けなど必要。こんばんは。翔くん、集中しなさい。弱ない今。でもここで押し負けたら俺は勝てない。俺は押すね。やたらみんなベンブロードベンブロード言ってるからさ、まあ好きなんやな。ベンのことをすっきゃねんなんだなと。お願いしますよ先生。負け？
これ何、シソドレまでなんとか気合で耐えんの俺。愛してるって言ってやれ。わお、パイロス。はあ。パイロシフレスト、フレスト来たらもうスッと開けられる。ああ、ヘックス来たらワンチャンかな。ペンが甘い蜜を吸用する切符だった？お願いします先生。そういうことか。なんかの通知がずっと止まんねえな。ポコリンポコリンって言ってるわ。ナイスデッキだね。強いね。スロール vs マイエム。私の怒りからは逃れられない。ドゥームハンマーに捧ぐ。もっといい2マナあるじゃん。ははははは。グリードな。もうちょっといい2マナ来るって思うじゃない人は。人はさ、もっといい2マナが来るって思うわけ。バッケ。そうそう、そういうことよ。3マナは？3マナプリーズ。役に立たんな、その2マナ。次の段この2マナ装備したら動けなくなるじゃん。負けじゃねえこれ。根子？早めの根子。あー、なんか根子くせえな。
場所じゃない。これはお主の鍵だなと思う。こうつくかと思うような強さだな。そのできるし勝てねえわ。この後やるでいこうが決まった。決まってないな。偶数シャーマンぐらいかな、やろうと思ってるの。今のところの頭の中に浮かんでる偶数シャーマンかな。トロール VS グルダン。お前の魂は我がものとなろう。ドゥーモハンマーに捧ぐ。最終的には半々だったよ。大して強くなかったよ。半々昨日だって一番強かったのは偶数パラディンだったわ。みんな知ってるよな。パラディーンなんていないじゃん、そもそも。ほとんど俺の今俺が言ってたランクでパラディーンほとんど存在しなかったよ。パラジンだかパラディーンだかちょっとわかんないけど、パラディーンなのかもしれないな。場合によってはあ、こいつパラディーン。ライトフルちゃんが多いんだよね。セイバルが強いんだもん。だってセイバル止まんないじゃん。でも他の人の配信見てるとさ、何これ相手踏んだな。なんでこれさ8マナが2枚超えてきちゃうのかね。889とかさ、なんかついてなさすぎでしょ。なんかもうちょっとあるだろう。2回も使ってきたんだけど。え、3回あるってこと？おはぁ！何今のシナジーじゃん。公式でも使ってそうだな。相手構築か。キノコパワー。相手うまいね。相手うまない。
サイフォンソウル来んのこれ。出陣だ。準備はいいな。イエス、さあ。こちらは預かっておきましょう。こちらは預かっておきましょう。え、またさっきのやつ？サイフォンソウル？それはチコハラの戦力を舐めすぎじゃないか？え、何かしくるですよ。この発明品どうよ。プリン。おう、D に近かった、悪い。ようやく、ふさわしい。命令を導くため。確かにエリカ、あのワンワンワーンの刺さる場面が多そうだね。確かに。昨日ちょっと俺夜やったわ、一人で。
寝る前に一戦だけワイルドミルローグやったわ。あのコボちゃん 1.0 でランク20か今。楽しい。なんだ今日ポローンって何回も今日言ってんだ。なんだ今日通知来てんだけど、なんだなんだお前みたいな感じになってんだ。資材からメール来ねえんだけど迷惑メール入ってっか。入ってないよな。こういうのバンしなきゃいけねえんだよ。よくわかんねえ。ああいいな。アリーナが楽しいな。これどうすっかな。で次のターンにこれでパフすれば、まあ、全体1点の武器あるかな。ここパフして、まあ、ここでもいいや、この辺パフしてピュンピュンって取れるからな。そしたら死なないで取れる。パフしていこう。次のターンのパフが見えてるから、でタフした後に次これで、オーマイ。バロンもパロンっていう我はお前の破滅。え、なるほど、うまいね。あ、これめっちゃシナジーあんじゃん、相手のプレイシナジーの鎌足りみたいなやつだなこいつ。とんでもねえ野郎だ。すごいな、今のはいいムーブだな。すごくいいね。こんちゃ。芯まで腐ってるよ。様にふさわしい死を。
を続けるぜ。なんて言ったの、夜景？夜の警備のこと言ってんの？わあ。わあ。挑発を持つミニオンが待ち受けている。抜かった。野球なんだ絶対違うでしょ。野球っぽいじゃん。でもよくわかんねえけど、いっぱい集まってくるし、みんなで集まるスポーツといえば野球だし。柴田が昔やってたスポーツも野球だし。スロール vs ジーナ・プラウド。アスの日本よくわかんないよね、言ってんのね。多いよね。あなたが招いたんだよ。ドゥーモハンマーに捧ぐ。ニマナ、あれが来ないじゃん。最初の一番強いニマナ、あのゴミばっかり出すやつ。リンのモノマネしてください。あーちょっと待って、今乗らねえよ、気分が乗んねえ。この発明品どうよ。こういうのってこれ出した方がいいの？もうくれ、負けじゃん。テンポメイジじゃん。お。祝福しましょうか。お前らの助けなど必要ない。こうこうなんかな。鍵がいるのかい？挑発だったら困るじゃん、先叩かなきゃ。プレミプレミ、今のプレミですよ。梅原一夫党とシャムハラ、これドラゴン？ドラゴン出してよ。こっちは西川がいいんだから。やったら顔くんな。あっ、シナジー。堕落せ
パイラでもあんのか。パイラの匂いがするね。俺正直こいつの中からびっくり玉手箱欲しいんだよね。進化させたくねえわ。プレスト？叩いていいのか、これヒールすんだ。オールモストパイロ、はキノコパワー。え、これ5で死ぬの。とりあえずパフしよう。そして俺に次のターンはあるのか。お見事。
ファンチャンプ。そう、ミラーエンティティ。なるほど。今のイタタタターだな。パイロスって何ポケモンよ。これの方がまだいい。これ毎ターン挑発出せばいいってこと。休もうやしがもらっとくさ。西川捨てるわここで。チコブック、翔くん集中しなさい。まあなんていうか比較的アンラッキーではある。おお、フンチコブックだったな。すっきりしてるね。
見てよ、うん、ハイラス誰どっか生き様にふさわしいしよ。チコブックで燃やしたねスペルをね。タタ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 タ。明日アドベンチャー開封？開放の日？あ、じゃあ開放されたらやるよ俺。アドベンチャー。チャーラー、ヘッチャラーってやつでしょ。ヘラデロンに勝利を、ドゥーモハンマーに捧ぐ。No. Two mana, please. こんばんは。27から来る。ああ。ってことは明日？明日か。楽しみやな。で、杉野さん和音でこれでしょ？勝ちじゃん。はい、圧倒的勝利。チコウィン。うわこれ強えなマジで。このコンビネーション一心なんだこいつ気に入らねえな。え、コンセクレーション来んの？嘘でしょ嘘でしょ？ちょっと待って、ここでコンセクレーションマジ。ああ許す。剣竜？あーおもんねえわ剣竜騎乗。ほんまおもんねえ。はあおもんねえ。バチが当たったな。フン剣竜が。そういうな、フン剣竜を使うからそうなるんだよ。フンが。フンプレイしやがって。許さねえがんな、フン剣竜が。光がかげろうとも我らは戦う。はあ、俺の可愛いボーイたちをたくさん犠牲にするの？まあしゃあないか。どうする？で次のターンアラキアでレサルト。
速、もっと取る、ダメ。俺魔力の矢唱える。ただいま剣山。MVP はヘクスリーノだったな。この一戦、お前の勝ちだ。ヘックス強いね。日付変わってから20、あ、じゃあすぐだね。明日アドベンチャーやろう。金曜日だしな。そうなんだよね、3までだったのが4になったんだよね。まあそりゃそうだよね。こんばんは、ワーウィック。いいね。カナブコンチョ、そういえばあれカナブコンチョじゃないです、ここですとあれか、スロールVS パーティー、スイッチのパーティー行くんだよね、梅ちゃんね。梅ちゃんが行くんだったら俺も行けばよかったわ。俺もだったら会社休んで有給取るって言ったのにな。何これ、強いじゃん。スターティングは完璧やわ。リーパー君パートナーじゃないでしょ、まだあとちょっとだよ多分。うわ、一番の武器あんのかな。一番の武器やったらこれ冷めるわ。冷め冷め。あ、多分また何優先的じゃないからダメかもしれないけど、まあいいよ。 SP 的な人に止められそう。 SP のさ、怖いおっちゃんいるよ本当に。入り口に立ってたよこの前行った時。これどっち？こっち？また修行です。あ、これクソ強いやん。これオメガ強いんだけど。めっちゃどもりそう。どうなんだろうね。は？お前舐めとんのんか？のんかのんか？真ん中に似てんのやつ。なんでこいつ真ん中打てねえからこれがいいのか。おい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 、ハントゥーさんよ、そんなんで大丈夫か。ガンガン行くぞこっちは。ほう、どうなんだろうな。さて、このターンこれで次のターンこれこれのが強そうだよね。いや、また修行です。ドラゴンバフしまくるね。あっと失礼、パフしまくるね。ドラゴンパフが半端ねえな。 D パフがゴマなの。わあ、そりゃ強いね。こいつ D パフしてくんな。
強いな、あの挑発。サスティンあるな、あれ気に入らねえわ。見事な戦いだった。俺の負けだ。うん、海ちゃんって背高いのかな、身長何センチくらいなんだろう。結構なんか身長で印象って変わるじゃない。20? やべえな。163って言うな。150代後半は多分ないだろう。そんなことはないと思うけど。あ、いいね。いいんじゃない?これはどんなゲームプランよ。これコイン使わない方がいい?コインでこれ行く可能性あるか?あー、まあいいか。これどういうゲマプランよ。ガメプラン教えて。まあいいか。太陽は沈んだ。モハタイか。これいくつコスト？3か。コスト7まで上げる？弱えなぁ。てか相手がこんなに横に広げられるとちょっと鬱陶しいなぁ。あーどうしよっか。にゃーん、はにゃーんなんだけど、これまあいいか。この発明品どうよ。わあ、バイトリーダー、まさかのバイトリーダーかよ。わあ、ここに来てバイトリーダーか。はあ、こいつどうやって取んの？
挑発持ちのおばあちゃん。ここで来たか。おお全く気づかなかったわ、このカードの存在に。D にしか湧いたわ。俺たち。無限期間ですか？いいね、 D 西川でもう一回取るか。ミトファス。For justice. Justice demands retribution.どうしよっかね。これ次のターンレサルでしょ。5、6、2、12、14。はい、レサルじゃない。あ、先にこっちがパフされるんだ。へえ。何点出んの俺これ。置くじゃん。2点、5点、6点。ほんま？これレザルな？ブリン。おっと。これもつけて、さらにおまけで武器装備して、お、ええやん。精霊よ、この一戦、お前の勝ちだ。ほんまや、レザルだった。フレームターン強いな。イージーレサルだったね。オーバーレサルだったね。アラちゃん強いな。パラカすごいね。表。我名を持って戦う。ドゥーモハンマーに捧ぐ。
別人や。ええやない。ボードを守り続けたら勝てるけど、何ですかこれは。こわっこわっこわっ。ただいま剣山。ただいま剣山。何ですかわ。For justice. で、お化けが出てきたらこれで取ればいいと。これもしや俺構築と当たってる。ただいま剣山。まあシソドレいるからシソドレで取れるでしょう。ああなるほど。Holy shit! This guy! What? こんばんは。国旗みたいなやつ。よしよし、餌に食いついたかバカめ。こいつは次のターンシソドルで終わりだ。何？フレッシュドゥン、フレッシュドゥン。
Oh, another one. Another one. まあ、相手のミニオンのヘルス減らしてドカーンっていうのが一番美しい流れ。どうやら単体銃なさそうだな。これでいいだろう。スティーガだな。次のターンにドカーン。オンドレ見てろ。もうレアピア28のやり場だ。山から降りてきたレアピア。どうだやり場だ。ゴリラゴリラてめえ、いいね。レアペア28度やりパ出会ったな、やりパが。歪んだ愛を感じるね、いいね、いいぞ。どれが一番いいんだろう。これぶつけてシソドレして11か。どうするか。ああ山の研修は地獄でした。いいね。あ、リーダー君さん早く配信始めてよ。頼むよ。お、ただいま剣山ミオ、力強きこの。ふぅ。what to do? Follow me! Follow me!
Pog Champ! Okay, I can Pog Champ. I can Pog Champ next turn. Easy Pog Champ. Okay. Haha. Oi, Kon sun janee zo.気持ちいいな。ハースストーンやってるわ今日は。ああ今日はハースストーンやってるわ。マキシマムだったな。マキシマムで軽く出したな。きっちりヘルスの位置に調整したしな。ヘルスの位置調整も完璧だったな。ああこんにちは。今のはみんなそうするだろう。だってエドウィンでかくできたし、エドウィンで叩きたいだろうわ。スロール VS ガルシュ勝利しかだ。ルーモハンマーにいいじゃねえか。何がいけねえんだよこれ。上えな。こんにちは。おドラゴンか。あとシマナが来ればいけるな。ああそれか。シャドバナが引退に追い込まれてた。そうか。えそれアリーナでそれ弱えだろ。あこれ使ってチームがやることねえか。かといって西川のバリューも無駄にしたくないな。俺は西川が輝くと信じてるからな。後ろ後ろ。ああ嫌なのやな。ちょっとそれは嫌なのはやめてよ。なんだこれ、ドラゴン、なんだっけこのおじさん。これはドラゴンシャーマンじゃん。これ完全にドラシャーだ。
こで相手が西川じゃねえわ。ドラゴン出してくれたら俺の勝ちなんだけどな。アオカナイトリッパー、アオカナイトリッパー is very very strong。 うん、おお。 but レアペア28度やりっぱ。西川出せないね。これとこれでいいか。お前もない。生き様にふさわしい死を、生き様にふさわしい死を。あ、うぜえな。これ終わり？まあいいや。まあいいやで、ぴったりされよ。コールさん出したくないな。2マナ1マナ2マナ1マナ1マナ1マナ2マナ、まあ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 、まあ、1マナ来てよ。1マナ1マナ21。あー悪くはねえけどな。3ターン目4ターン目しのげたらなんとかなる感じだけどな。あーしのげるかこれは。でやろっか。なんやろ、悪者は終わったよ。なんかこれミニを叩くと作動する系か。ってことは間違いなくこれはあれだな、毒だな。
どうすっかな、これ出しといて殴らせる。いやでもなんかめんどくせえ塾使われたら嫌だ。嫌だよな。この発明品どうや。すごいじゃん、次のターンむっちゃダメージ出るやん。なこれ、あこれミニオン殴ったら作動系するだから、作動系だからスルーしてってこと。なめんなよお前、俺そういうタイプは真正面から顔いくからな。その秘策を俺が発動させると思うなよ。フェイスだ。何？嫌な予感がすごい。絶対殴んなきゃいけないやつじゃん。マジでうぜえな。生き様にふさわしい死を。あー、ヘビか。画面でもいいのかな。顔なんて。ストームウィンド出したらとりあえず取れんのか。で、俺のストームウィンドはいきなりワンパンされんの。ああ、それなんか理不尽だな。こいつアル中で手震えてるってのに。くさてはぁ、これ出して5で9で取って。真実とは何だ。どうぞ、おいしいわよ。Not that bad。どこに置くの？これケアするの？
すがにサイは取れって梅チャンネラーたちも言ってたよな。そういえば梅ちゃんサイは取った方がいいよって言ってたわ。俺も梅チャンネラーの教えを信じてこ。お、いいとこまで来たね、意外と。これで意外にいいとこまで来たね。てか進化強えな。進化強いね。ちょっとトイレ行ってくるわ。進化強いね。たまたまが分かんないけど進化ゲーム壊してるな。まあフレームタンがあるからね。まあフレタンがあるから強いっていうのが一番あるけど、あと序盤事故ってねえのもいいな多分な。よし、あと一つ買って、ニコニコした顔をツイッターに上げなきゃ。勝つぞ、勝つぞ、金子。そうだね、フレタン強いね。俺もそう思うわ。そして、あれだわ、言ってた通り、ワンワンワンあった方がよかったね。血の乾き使いたいタイミング、むちゃくちゃ今遭遇してるわ。オメガタツさん。わあ、あとシソドレか。終盤のコントローリーなとこでシソドレが OP だわ。あれが来てないじゃん、あの OP カード02じゃ03のさ強いやつ。おっ、何なんだこのエッジ電話。03のエッジ電話が来てないんだけど、あいつなんとかのトーテム、あれ欲しいんだけどな。ただいま剣山。篠垣一枚でアジア1位の声って言ってた。あ、そうなんだ。先行ってよ。絶対取れって言って。待て待てって言ってくれよ、そこは。そういう事情があったんだな。はて。ドゥール。悩んでるな。ようやく。ああ、西川ドラゴンか。これを上手に除去されなかったら俺の勝ちだろうな。気持ちいい除去があるかどうか。考える時間をくださり。
誰にも内緒。わわわ、権竜騎乗あんの？ここに権竜騎乗乗っけてくんの？Oh my god, D! That's fucking annoying! Fucking annoying! Huh?武器、俺のドラゴン西川は、なんだこれは。ドラゴン出してよ。権利？太陽の泉を浄化せねば。No dragon? But I cannot play.
レサルだった。小原最強いいね。え、ツイッターよ。今日もイージーウィンだったな。まあやっぱりでも明らかにやっぱ MVP は MVP が正しく発音できない。 MVP はやっぱフォローの下トーテムなんだよね。シェーマンはフォローの下取ってなんぼだっていうことが分かりました。今回ね、さらに確証、確信したわ。やっぱシェーマンは炎の下トーテムを取てば勝てると。ちょっとろれつが回らなくなってきた。いいじゃん。あ、ウルフ君も確かに頑張ったね。いいですね。いいですよ。